の鉄筋ホイール、シャトルハイブリッドに試乗していきましょう。今回使っていくのはオリックスカーシェア。楽天カーシェアと提携していて、楽天カーシェアを使うと、ポイントがもらえるのでおすすめです。圧倒的な車両車っぽさ。内装もプラスチックまみれで、サイレン化感がかなり強いな。そのくせにハイブリッドシステムは積んでて、安いながらも先進性がある。なんだあのポケット。そして、直感的に使えるメーター内情報切り替え。内装の安さに対して、メーター内だけ異様に凝ってる気がするのは、上位グレードとの共用なのでしょう。前後長は 4.4 メートルと普通のサイズで、扱いやすいサイズに収まってはいるのですが、ここは安全をとって、一旦右に出ることに、今思ったのですが、一回だけ右に横移動すればすっと出れましたね。軽自動車ならいいだろうが、駐車場が狭いんだよな。このサイズでも窮屈だぜ。油断してたら左フロントをドカンとやるし、左フロントを気にしてハンドル切り渋ってたら、今度は後ろがきつくなるパターン。ここはプラスに考えるんだ。暖気する時間が稼げたと。最小旋回半径は 4.9 メートルらしいが、前後に長いようなボディ形状と相まって、引きってしまったな。さてこのグレード、多分約220万円の、ハイブリッドホンダセンシングですね。グレード名が長くなるから、ホンダセンシングつけるなよ。いきなりグだったところですが、走り出しからかなり軽いです。モーターのアシストもしっかり効いていそうですね。車重はだいたい 1.2 から 1.3 トンですか。軽いのは素晴らしいのですが、跳ねやすい感じがして、乗り心地としては少しマイナスになっちゃうかな。具体的には、段差からの衝撃に対して、吹っ飛ばされ気味になってしまって、ガタガタ大きく動いちゃうよな。初期制動から強いですね。かなり止まれるブレーキかも。なんか運転しづらい気がするなぁ。空力重視で、やけに寝ているピラーのラインゆえ、感覚がつかみづらく感じる。横幅自体は 1695 ミリに収まってるから、基本的にはコンパクトカーとして使えるな。映像がバッタバッタ上下に揺れていますが、乗り心地の良さを求めるなら、基本的に 1.7 トンくらいは欲しいですね。軽さによって、出だしの身軽さや、各種運動性能においては、このシャトル、かなりいい線に行ってます。この年代のホンダ車って、軽い中にもちゃんとしたボディ剛性があるから、安定性が高いのよ。メーター右側にタコメーターを出しました。走り出しは、時速5キロくらいから、エンジンを始動させている感じです。パワーモードは見当たらないが、エコンモードはすぐ押せるところにもあるし、エコカーとして作ってあるんだな。モーターのトルクがしっかりとしたアシストを入れてくれるし、軽いし、エンジンも低速トルクがしっかりあって、パワートレインは大変よくできています。VTEC 機構があるおかげで、踏み込むとかなりの加速力が出せる点は、トヨタの大衆車と比べての魅力となりそうです。なお、箱根やいろは坂の上りなどの、特定の状況下で、トランスミッションが、オーバーヒートして、動けなくなる事例がある模様。メーター内で切り替えられる項目、かなり多いですね。ハイブリッドによる燃費差が、本体価格差を回収できるほどだとは思ってないけど、電気の付加価値を知ると、圧車でガソリンは選べないね。その気になれば、かなりの加速力を出せるということです。電動車全般に言えることだけど、燃費のための大出力のモーターが、加速力の高さにも貢献してくれるんだ。どうしよう、思っていた以上に言うことがない。近場をぐるぐる走ってたけど、もう U ターンして返しに行っちゃいましょう。小回り性能もそこそこ高いようですね。ただ片側2車線で U ターンは、ちょっと余裕ないかも。ハンドル操作に対する追従は、少しだけクイックさを感じます。ちょっと切ったらすぐロールが収まってくれるのと、物理的に軽い。この2つが効いて、かなり飛ばしていける印象。軽いのと、その中でしっかりした走りを出したいことの2つで、乗り心地は良くはないね。新車価格約200万円だもんな。それでハイブリッドまでつけてくれたら、安く乗れる足として、上出来ってもんだろ。乗ったことないけど、プロボックスっぽいですよね。またプロボックス先輩を出してくださいって言われるぞ。丸々乗ってくださいとかただ書くだけじゃなくて、カーシェアか、格安レンタカーのリンクでも貼って、協力してくれていき、言い忘れていたけど、エアコン操作は物理ボタンに見えて、タッチパネルです。先進性があるように見えて、物理ボタンを入れなくていい分、コスト的には安いらしいですな。大きく動いてしまうけど、しっかり抑え込まれるから安定はしている。語れることもあんまり出てこないので、もう動画は終わりにしましょう。この価格で、
軽くてハイブリッドシステムも積んでて、ボディに剛性があって、走りもしっかりしている。そんなわけで、コスパのいいステーションワゴンでしたね。ただまあ、ヤリスクロスに乗った時のような、この車いいなーっていう、感性に響いてくるような良さはなかったかな。安くよく作りました。そういうのでいいなら不満ないだろう。というわけで車庫入れですが、前後に長めで、変なボディ形状になってるせいで、窮屈なところだとちょっと辛いですな。そういえばカーセンサーで調べても、鉄筋ホイールを履いた個体は出てこなかったが、あれはどういう装備なんだ。といったところで、短いですがここで終わります。